吉田の日祭りは、山梨県富士吉田市上吉田地区で行われる祭りである。日本三季祭の一つ。北口本宮、富士屋様神社と境内社である諏訪神社の両者による霊体祭で、毎年8月26日の鎮火祭と、翌8月27日のすすき祭りの2日間にわたって行われる。日祭りの名の通り、上吉田地区の金取りから、 北口本宮、藤屋様神社にかけた約1キロに及ぶ本町通りの沿道では、高さ約3メートルの大松70本から80本余りが燃やされ、各家ごと作られる井桁城に組まれた多数の松松も燃やされる。夕暮れ時、大松明に次々に火が灯されると、吉田口と残道に沿った富士山の山小屋でも一斉に松松が焚かれる。 麓の町と、山は一体となって、火祭りを繰り広げ、上吉田の町は、火の海と貸し深夜まで賑わう。吉田の火祭りは、北口本宮、藤屋様神社、諏訪神社、両者の霊体祭としてばかりではない。祭事の背景には、富士港や豪子といった、富士山への民間信仰や、富士五湖地域の風俗習慣、今日も、なお神仏集合の姿が見られるなど、 民族学的要素も多分に含まれている。2000年12月25日には国によって記録作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財として選択され、2012年3月8日には山梨県内では3県目となる国の重要無形民族文化財に指定された。文化庁による指定種別は風俗習慣である。 神吉田甲府市神吉田の一夏山の富士山東廃の山じまいを意味する祭りで、校舎でも、日祭りまでに東廃を済ませている。この花咲くや姫命の故事に由来する祭りである、と一般には言われている。かつては、旧暦7月21日に行われていたが、明治期に、新暦8月21日から22日に改められ、大正初期に、 現在の8月26日27日の両日に改められた。祭りの運営は、古くより、北口本宮、藤浅間神社祭典世話係と呼ばれる年ごとに、選出された宇子代表14名の男性と、五鹿、富士校舎らの神徒組織を主体として、現在では、地元商店や民間企業らも参加している。大松明は高さ3メートル強。 赤松などの焚木を、競技で囲み荒縄で締めて筒状にしたものである。世話人は、松松の奉納者を募集して寄付金を集め、依頼を受けた職人が7月下旬頃から制作する。大松明は、上吉田の本町通りに70本から80本ほど掲げられ、沿道の家々でも門前に、いげた松明を建てる。明治期には、 富士山北口禅図沈下大祭など浮世絵にも描かれた。五鹿では、屋敷地や白蛇が下ると言われる川沿いの草刈りなど、清掃作業を行う。その年に、不幸のあった者は、武庫がかかると言われ、不条であるとされて、祭りには参加しない。武庫のかかった家では、手こと呼ばれる小麦粉や、蕎麦粉などの贈答物を送る、手間見舞いが行われ、 火祭りの際には、親戚宅などへ宿泊するか、または手巻きを着て、自宅での禁慎を行う。祭りは2日間にわたり行われる。26日の夕刻から夜半にかけて、松明を宅行事である鎮火祭が、一般に、吉田の火祭りと呼ばれるが、鎮火祭はいわゆる宵宮であり、本祭は、翌27日の、すすき祭りである。なお、火を使用する祭りであるが、 雨てや台風であっても、延期や中止にはならず、必ず8月26日27日の両日に再行され、松明の火を火元とする炎症などの火災は一度も起きていないという。2013年9月1日の時点で、富士吉田市の人口は5万1423人。そして同年8月26日の沈火災には、約19万人の地元住民や、 観光客らが詰めかけた。2020年5月11日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、開催の可否について関係者協議を行った結果、本年の開催を中止とすることが決定された。2021年6月27日、2021年は規模縮小した開催と発表された。お旅所での11尺待末添加。吉田本町通りより、 富士山を望む。吉田の日祭りが行われる。富士吉田市は、富士山北六の山梨県東南部に位置しており、富士山山頂を含む広大な地域を持つが、富士吉田の町そのものは、北口本宮浅間神社の北側に広がる一帯である。このうち日祭りの行われる神吉田は単に、吉田、江戸時代には、吉田町とも呼ばれた。 2014年現在では市街化が進み範囲が明確ではないものの、上吉田地区の中線以来の町並みは、国道139号線を主軸とした南北1000メートル、東西約700メートルの範囲である。富吉田市街地は標高約650メートルから900メートルにかけて広がり、このうち上吉田地区は標高800メートル以上の地域にある。 この標高のために、気候は、非常に冷涼であり、稲作には適さず、加えて、富士山の溶岩流末端に位置した土壌は、小石混じりで自力がなく、農業に関しては、近代に入り、補助整備が行われるまで水田は、ほとんどなく、大豆などの畑が、わずかに点在する地域であった。農業に適さない、この地に、人々が居住し町が形成されたのは、 富士山に倒廃する人々に対して、自母を提供し、信仰の仲立ちを行った富士越しや、複数の神職、それを取り巻く、人々たちが集中したことによる。ここ上吉田でいう、越しの仕事とは、富士山へ倒廃する同社に、宿と食事を提供し、登山の案内全般の便宜を図ることや、段下回りをして、診察を配り、祈祷や払いをすることであった。 特に夏、山と呼ぶ7月1日から8月26日までの2ヶ月間には、五市の家には、大勢の校舎を宿泊させ、年間の収入の大半を、この2ヶ月間に得ていた。五市以外の職業としては、山小屋、支度所、出店、協力など、いずれも富士山東杯に関わる職業が主体である。このような特殊な風土と産業によって、神吉田の町は発展し、 人々の営みが継続されてきた。南を見上げると、大きな富士山を頭上に仰ぐ上吉田の人々にとって、富士山が、方位間の基準である。上吉田では、富士山に向かって、南方向に向かうことを、登る。反対に、標高の低い北方向に向かうことを、下ると独自に表現し、地区内で使用される地図の方位も富士山のある、南側を上に表現する。 神吉田は大きく三つの地域に分けられ、標高の高い藤山川の南方から、上町、中町、下町と、京の本町通を縦軸にした町域が形成されており、御師と、社人、神職が居住する、その細長い町並みを縦軸と呼んできた。この縦軸で、火祭りは行われる。神火祭当日の北口本宮富士屋様神社拝殿、諏訪神社、 二期の御腰は、祭りの二日間以外は、このように保管されている。吉田の日祭りの起源は、一般的にはこの花咲くや姫命の神話になぞらえられているが、その起源を記した文献が存在しないため実際には、不明である。この節では主に、残された、古文書などの文献から判明している、日祭りの歴史について説明する。現在の吉田の日祭りは、 この花咲くや姫命を祭人とする浅間明神と、竹中方人を祭人とする諏訪明神社の、両者の祭典として、浅間社宮寺が主催して執行されている。だが、もともとは、諏訪明神の旧暦7月23日の祭典であった。諏訪明神は、海の国史によれば、神主である、神吉田中宿の佐藤家の氏神であったものが、後に、 神吉田の町のうぶすながみとなったものであり、1494年の勝山記にもその名が見られる。一方の浅間明神は、現在地からやや西の大塚に設けられていた、富士山洋廃省1480年頃、諏訪明神境内に鳥居を立ち、同地に移された。その後永禄4年、武田信玄造へと伝わる社殿が作られ、 富士山二号目の五室浅間を勘定して神社になったものと推定されている。このような関係であったため、天文年間や永六年間の小山田信有の神事や軍港祈願場などの文書は諏訪明神宛に発給されており、当初は諏訪明神が富士信仰の北口拠点の中心的役割を担っていたものと考えられている。しかし、 武田氏、小山田氏が滅亡すると、吉田地域の近世領主たちは、社殿の造営をはじめとする各種寄進を浅間神社に行い、信仰の拠点を浅間神社へ移し、もともと諏訪神社の祭典であった火祭りは、浅間神社が主催する両者の祭典となった。沈火祭当日の最年寺三門。門の下部に松明が横たわっている。 神吉田とその東側に隣接する荒谷地区には、諏訪神社に関連した火祭りの起源が伝えられている。長野県の諏訪大社では、諏訪明神は蛇体になって現れるとされるが、神吉田にも諏訪明神と蛇に関する伝承が残されている。火祭りの御しは講述するように、浅間神社を出発して神町から、金鳥居のある下町へと下っていく。 この時、御しと一緒に白い蛇が、神吉田の町を上から下へと下っていくという。そのため、御主家では、日祭りの当日に、屋敷内を流れる、川沿いの草刈りを行うなど水路を掃除し、蛇神の通り道を迎える。これを、白蛇様のお下りという。また、富士道場とも呼ばれ、今日の日祭り祭礼にも深く関わる神吉田の、自習祭年時にも、 次のような火祭りの起源伝承が残されている。昔、最年寺の僧が諏訪へ修行に行き帰る際、木の枝を折って作った竜神を、諏訪神社に祭り、その竜神を杖の頭に入れて燃やしたのが火祭りで、あったという。また、古事記上官によれば、諏訪大社の祭神、竹港人が、国譲りの力比べで負け、信濃の諏訪湖へ追い込まれた。 西の野戦で松明を燃やしたところ、相手側の軍は無数の炎を延平と見て退散したと伝わっており、これが7月21日の夜であったという。このように上吉田では、諏訪明神蛇最年時火祭りという関連で考えられてきた。一方、浅間神社に関連した火祭り起源説も存在する。上吉田の浅間神社は、 富士山を神格化した間神が祀られており、神道説での祭神はこれをこの花咲夜姫命と説かれている。この花咲夜姫命にまつわる神話として、古事記上巻に書かれた家中出産が知られている。ニニギ命との人世の交わりで解任したこの花咲夜姫は、ニニギ命に疑われたので、身の証を立てるために出入り口のない部屋を作り、 その産屋に火を放ち燃え盛る、炎の中で三人の子を産んだという。そのため、浅間神社の祭神の神徳は火伏せ、安算、最悪除け、産業守護などと言われている。こうした伝説を背景として、神道説で説く、火祭りの起源は、燃え盛る、炎の中で出産した、この花咲くや姫命の神話になぞらえて、火を焚くのだと言われており、 記事冒頭の概要説で記したように今日では、この説が広くルフされている。このように祭りの起源が、複数あり不明であるのは、それを記した記録が残っていないからである。だが少なくとも、現在の北口本宮、藤屋様神社の拙者である、諏訪神社の祭りであったことは文献に残されているので、この花作や姫命由来説は、辻妻が合わないと、北口本宮、 富士屋様神社のゴンネギ、田辺正幸は述べている。富士山北口沈下体サイズ。1875年頃のものと推定されている。京都同様に、お山御しの前を明人神与が行く。吉田の日祭りは、起源こそ明らかではないものの、祭礼そのものを記した文献は1572年の、小吉田から上吉田への移転の際の屋敷割町に、お旅所となる。 大玉屋のところに、み行き道の記載がある。つまりその頃すでに、見越しによる巡行があったということが確認できる。また、松明を燃やすかがり火については、1729年の、かがり火伐採訴訟の文書の中に、祭典で火を焚くことが恒例である旨の記述が、確認できる。今日では8月26、27両日に、行われる。 吉田の日祭りの例題祭日は過去にいくつかの変遷があった。文献に残された記録を年代順に追って見ていくと、まず1780年7月に富士登山を行った高山彦九郎は富士山紀行の中で7月21日の日祭りに言及している。また、合衆劇高は富士登山に訪れた際に日祭りを見たが、 その日時は1790年7月21、22日の両日であったと、富士日記に記している。1814年の、貝の国史の記述では、上吉田村の諏訪明神の霊祭は、7月22日で、その夜これやみな、かがり松を焼くとあり、同時期に書かれた、菊田日記によれば、1804年から1834年までの、 日祭りは7月21、22日に行われている。さらに、最年時に伝わる1853年の富士道場日記でも同様の日時であり、元来の日祭りの祭日は、陰暦の7月21、22日であったことは間違いがない。1935年の吉田の日祭り。一方、富士信仰における解散と閉山の日時については、 1860年の富士山道しるべにおいて、東山は例年6月昨日をもつて山開きといい、7月27日をもつて山じま妹というとあるのが山開き山じま妹の日時を確認できる最も古いものである。1872年に陰暦から太陽暦へと歴法が改正されたが、明治時代を通じ日祭りは陰暦7月21日、山じま妹は 陰歴7月26日として行われていた。ちなみに、山梨日日新聞の記事に残されている祭事、十施日はすべて新歴であるが、1885年は9月1日、1887年は9月8日、1908年は8月19日であり、これらはすべて陰歴の7月21日に当たる。しかし、このように陰歴を基準とした場合、 実生活上の対応歴では8月中下旬から9月初旬と祭日が毎年変動してしまうため、明治末期の頃から新歴での祭日に移行し、固定化する動きが始まった。まず、1910年の日祭りを陰歴7月21日の月遅れとして、新歴の8月21、22日に移動して行われた。 1912年の写真うじこ総大の会議では、火祭りを、新暦9月9、10日としたが、議論が一致せず、翌1913年には火祭りを、新暦8月30、31日、山姉を9月10日とした。ところが8月30日、31日は、市町村等の計算日に当たるため、参傾者が少なくなることから、1914年5月の、 会議で日祭りを再び引力7月21日に戻すことにした。しかし、その直後の会議で、日祭りは、新暦8月26、27日と決定された。このように2点3点したが、この時をもって、吉田の日祭りは、現在の8月26、27日両日に固定された。新暦の8月26日は、 陰暦7月26日の山じまいの月遅れの日である。これにより日祭りと山じまいの日は重なることとなり、日祭りが山じまいの意味も合わせ持つこととなっていった。山じまいとは、富士東廃者らの山の神に感謝する日である。こうして、本来は、諏訪神社の祭りであった日祭りは、浅間神社の祭りとして取り込まれ、同じ時期に、 日祭りの起源も諏訪神社の流人や竹中方神による説話から浅間神社のこの花咲くや姫命が主体となる説話に改変されていったものと考えられている。祭礼に関する図画として最も古いものは1680年に反抗された八王九尊図から始まり、江戸後期から明治期にかけ複数の祭礼図が残されている。特に六色ずりの版図である。 富士北口沈下体サイズはよく知られている。正確な作成年代は不詳だが、図中右下に、福地村の記載があることから、上吉田村が周囲の二家村と合併して、福地村となった1875年以降に、作成されたものである。また、大正末年頃から、竹六の記載、日本三記載の一つなどと呼ばれるようになった。火を使う祭りは、 各地で見られるが、大抵は、社寺の境内など、特定の限られた場所で火を使うものが多かった。吉田の火祭りのように街中で広い範囲にわたって、炊くのは珍しく、夜間の暗闇が普通の感覚であった、近代初頭までの人々にとって、まさに奇載であった。上吉田地区の空中写真。画像右上の十字路が、緊張居の交差点。そこから、 南南西方向に伸びる通りが、日祭りの行われる本町通り。本町通り中ほどを少し西側に入った白い、四角い建物が、ご旅所の設営される、上吉田コミュニティセンター。画像下部の木々に覆われた一帯が、北口本宮様神社。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 吉田の日祭りは、浅間、諏訪両者の霊祭であるばかりでなく、その背景には、富士山信仰に関連した富士公社や五種の関わりや、富士北六地域の民族風習などが色濃く残されている。この節では、吉田の日祭りに関連する風習や、民間信仰について説明する。吉田の日祭りは、浅間神社側にとっても、宇治子側にとっても、 最上級に神聖な祭りである。一切の不条を排除しなければならず、とりわけ人間の死に関わる武器と呼ばれるものは、徹底的に忌避されている。神吉田の住人は、前年の祭りから一年間の間に身内に、不幸のあったものを、武器がかかると表現し、武器のかかったものは、祭礼の期間中、神吉田地区以外へ出ることになっており、これを、手間に出るという、 身内、正確には、血縁者に不幸があったものは不浄であり、世話人や世古を務めることはもちろん、祭事の一切に関わることはできない。そればかりか、火祭りの火を見ることすら許されないという、厳しいものである。火祭りの手間のしきたりが、いつ頃からあったものなかはっきりしない。だが、貝の国史の諏訪明神の功に、 現在の手間のしきたりとほぼ同じ内容の記載があることから今日の近畿がすでに近世後期には成立していたことが確認されている。武くのかかった家を荒ぶくと言い,い、家人は泊まりがけで手間に出かける。この際、近所の家から荒ぶくの家に対してうどん粉や蕎麦粉などを玉縁と呼ばれる漆器の桶に入れて送られる。これを手間見舞い送られる粉を 手間粉という。また、手間の期間中に着用する服を、手巻きと呼ぶ。火祭りが終わった翌朝、手間に出た人は、緊張居の元に戻ってくるので、近所の人々が手間を迎えたという。また、神吉だから逃げずに玄関を閉ざし家に閉じこもって、火祭りをやり過ごし、その胸の張り紙をして、祭りの二日間は一種の近親生活を送る場合も、ある。これを俗に、 食い込みという。これらのしきたりは2012年現在も厳格に守られている。武器のかかった者が、それを隠してセコとなり、御腰を担いだなら、必ず事故に遭いおけがをすると言われており、実際に、そのようなことが何度か起きているという。なお、御士家においても武器による祭り参加の禁忌はもちろん、固く守られている。だが御士の場合、 日祭りの当日には、多くの校舎を受け入れなければならず、宿坊を占めるわけにもいかない。そこで、ご子本人に、仏がかかった場合、当人の身が部屋の奥の難度などに閉じこもり、宿泊中の行員らと顔を合わせないようにしている。校舎の世話や食事作りなどは、ご子本人の配偶者や親類などの姻族に任せる。仏は、個人にかかるものなので、知のつながりのない妻には、 僕はかからないのである。吉田の火祭りの虚構に最も重要な役割を果たす役職が世話人である。火祭りにおける世話人は浅間神社のうじ地域を構成する上吉田地区の上中下の山頂から選出される神社への奉仕役であり、この地に代々居住する実月の家々の男性が年ごとに就任する。構成は浅間神社に近い上町から4人。 その下手に当たる中町から4人、金鳥居のある下町を呼び、中曽根地区から6人の、計14人である。年齢的には20歳代から40歳代の、男性に限られており、薬土市までに世話人を務めるものとされ、なおかつ既婚者であることが絶対条件である。世話人は、浅間神社の主要な年間行事に関わり、とりわけ日祭りは、最も重要な奉仕であるとともに、 晴れの舞台である。しかし世話人は、祭りの顔役であり、名誉ある役職ではあるものの、長老格としての祭り役ではない。よって、宇治子住民や神輿しの担ぎ手である瀬子に対しては、あくまでもへり下った態度で接する、下働き役に徹する。日祭りの2日間、14人の世話役は揃いの衣装を、まとい上賃を掲げ、神輿しの先導、松への転倒など、 様々な神事の運営にあたる。ただし、これら祭り当日の運営式は世話人としての仕事の一部に過ぎず、実際には長期間にわたり、日祭りの準備作業に関わる、様々な奉仕作業に勤しむ。特に祭礼当月の8月になると、約1ヶ月間にもわたって、自らの仕事も休み、祭りの準備に傍殺される。中でも重要な仕事は、 祭りのメインとなる大松明の奉納寄進者を募り、その寄付集めに奔走することである。その任務は、祭礼半年前の春から始まる。このように世話人は大変な苦労と重責を伴う役職であるため、近年では志願者の確保に苦労している。だが、その重責を果たし終えた後の感激には、ひとしおのものがあり、祭礼二日目の御腰を収めた後、 神ながら門の前で世話人一度が男泣きする姿が今日でも見られる。こうして世話人を務めた同期の仲間は固い絆で結ばれ一生涯の友となる。また、神吉田の男は世話人を務めて一人前と言われ、この地に生まれた男性であるならば一生に一度は世話人を務めるものとされている。神吉田の代表的な富士五氏の一つ。 旧外川家住宅。浅間、諏訪両社の大霊祭である吉田の日祭りは主催こそ浅間神社であるが、実際には氏子をはじめとする多種多様な立場の多数の人々によって運営開催されている。その中心となるのが、上吉田地籍の自治会から構成される北口本宮、富士浅間神社の氏子である。氏子総代は、上宿、中宿、 下宿、中曽根の各町から2名の合計8名で、区内の選挙により選出され任期は3年である。文化財としての吉田の日祭り保存会は、この総大会の組織とイコールであり、祭事全般における様々な運営の中心的な組織である、日祭り実行委員会の振興運営会計を取り仕切る。この他の組織には新職、かぐらを奉納するかぐら校、 宇治子青年団、地元消防団、三越の担ぎ手である複数の瀬古集団などがある。特筆すべき、吉田の日祭り特有の組織としては、上吉田地区内の五種から構成される北口五種団がある。五種団は、祭りの際、神職とともに白い祭服を着用して随行し、外見上は、神職と見分けがつかない。 相違点は講述する二期の御子のうち、浅間神社の神職は先頭を行く、明神信用を担当するのに対し、北口御師団は、後方の小山御子の神事を担当することである。上吉田の御師は、中世末期以降、富士山と校舎を結ぶ役割を果たし、近世には八十六や、明治初年には百一1を数え、多くの校舎を段下に持っていた。しかし、 太平洋戦中戦後の不況や1964年に開通した富士スバルラインによって登山経路が変化したことなどにより宿泊者が減少し廃業した五鹿は多い。2012年現在北口五市団に加入している五鹿は35屋、そのうち校舎を受け入れ営業を続けている五市は筒屋、大国屋、常分市、菊屋の四宮である。 富士信仰の校舎は宿坊である五市に宿泊して浅間神社に参拝し富士山へ東拝し五氏に縁のある山小屋に泊まり山頂で拝みをあげて下山するのが古くからの習わしであったしかし今日では五市に宿泊せず休憩だけする校舎が多い宿泊を伴う各校舎は滞在中核主義例を行うが詳細については講述する 吉田の日祭りは祭りの規模が大掛かりである上に祭りの段取りも非常に複雑であり実際にはほぼ丸一年間の準備過程を経て開催されている祭りの二日間はその総仕上げでありそれだけを見ても祭事の全体像を捉えることは困難であるこの節では祭礼に関する準備過程段取りを通じてそれらに携わる世話人う子 校舎、御詞などの動きについて説明する。浅間神社館長ら門にある、2012年度の大松、明ら放納者放明版。最下部には当年度の世話人14名の名前もある。上吉田地区の上中下の山頂では、毎年1月15日の正々月を中心に、各町の道祖神祭りがそれぞれ行われる。古くからこの地区における年度の区切りは、 各町の道祖神祭りとなっており、この時に、新旧世話人の交代式が、浅間神社の拝殿で行われる。交代式では、前年度世話人の退任式に続いて、新年度世話人の新任式が行われ、14人の、新年度世話人に、揃いの発表や祭りの衣装などが手渡される。新年度世話人の初仕事は、2月3日に行われる、浅間神社の節分祭である。 世話人は、上吉田地区括弧を回って、節分儀等の申し込みを受け付け寄付を集めるのと、同時に、新年度世話人就任の挨拶も兼ねる。特に日祭り当日に御腰を担ぐ世子役の人々に、対する挨拶が重要で、山頂とも、世子名簿と呼ばれるものを持っており、それに基づいて、世子のいる家々は全校を回る。括弧には俗に、 セコセットと呼ばれるバケツ、たわし、放棄3.1組の生活用具が配られる。これらは、上吉田の山頂全体で、約1000組ほどになる。3月に入ると、大松明の寄信者を募る活動が始まり、世話人は手分けして、藤吉田市内及び、近隣の各種団体、民間企業等への挨拶回りを行う。5月5日には、お初猿と呼ばる。 浅間神社の初猿祭りが行われ、世話人は、緊張許可の中曽根地区から最上部の上町までの1キロほどの本町通り両側に、延々と締め縄を張る作業を数日前から行う。浅間神社の境内でも、神前に立つ太郎杉ほか3本の神木の締め縄を、新しいものに交換する作業も行う。大松明法の起神集めが、本格的に始まる6月初旬。 この年最初の日祭りの打ち合わせ会議が、浅間神社社務所で開催される。神職、宇子総代、ご師団、世話人らが出席し、今年度の祭礼の計画や、注意事項、警察などへの申請事項に関する説明と討議が行われる。26日有国の上吉田本町通り、松明の準備が始まる。左手に五子の提灯が掲げられている。 8月が近づくと松松作りが始まる。毎年70本から80本にもなる。松松作りの作業にあたるのは、上吉田地区の西隣に位置する松山地区の職人、7の8名で、古くから松松作りの技術を受け継いできた人々で、ある。その中心的な存在が和光家であり、代々にわたって松松作りを受け負ってきた。職人たちは普段は、 農業などに従事しているが、祭りの直前の1ヶ月間は、連日の松松作りに追われる。松松の奉納期新者は、前述したように世話人が募って集めるが、2005年現在では、それを、藤吉田市観光協会が集約し、一括して、松山地区の職人仲間に発注する形が、取られている。松明を作る作業場は、上吉田地区にある。 木材流通センターの一角に設営されており、職人たちは毎日ここに通って、松明を作り続ける。木材流通センターで作るようになったのは1975年頃からであり、それ以前は五市の家の庭などに職人が通って、作っていた。松明を作り始める、前日の7月下旬、木材流通センターで、浅間神社から新職が出向きお払いを行う。 松明の結発式が行われる。参列者は、職人仲間、木材流通センター職員、世話人、うじ子総代、士官公共会などの関係者である。木材流通センターは普段は、材木や資材の置き場になっているが、松明作りの期間中は入り口に締め縄を張り、その中で作業に勤しむ。吉田の日祭りを象徴する。 松明の形状は大きく分けて、大松明と、井桁松明に分けられる。このうち奉納者を募り、職人によって制作されるのが祭りでも目立つ筒状の、大松明である。一方の井桁松明は、祭事当日の夕方に書く、家々で焚き木を、井桁状に組み上げて作られる松明である。これら松明に使用される木材もまた、仏の機秘が厳格に守られており、 特に中に詰める赤松の焚き木はどこの山から切り出されてきたものなのか職人は把握して置かなければならず、武器のかかった三輪所有者の木材は使用されない。ここでは職人によって作られる大松明について説明する。競技の準備用松明の製作に先立って大松明の外側を覆う競技の準備が行われる。競技に使用される木材は赤松であり、 上吉田地区通りにある荒谷地区の堀内競技店が収めている。競技製造の規格は長さ1尺7寸、幅4寸が主なものであるが、この他にも2種類、計3種類の規格がある。なお、ここで使用されるのは曲がり金であり、1尺はおよそ30.3センチメートルである。対末製作のための機械は向きの機械と呼ばれ、浅間神社が所有者であるが、 この機械は、対末制作以外には使用されないので、現在は、前任者から引き継いだ、堀内競技店が預かっている。一尺二寸から三寸に切った赤松の外皮を、手向きの道具で剥いた後、向きの機械を使用して競技にする。 競技を30枚から50枚に重ねて、丸の子と呼ばれるのこぎりで5寸幅に裁断すると、競技は完成し、大松明製作まで保管される。大松明の製作演導に置かれた大松。結発式の翌日より、大松の製作が始まる。大松明はかつて大中小の3種類の大きさがあったが、2012年現在では、第11尺と、中10尺。 底面の直径は、それぞれ、約90センチの2種類である。このうち、11尺の大松明は、お旅所用の2本のみで、残りは、すべて10尺の大松である。結発式の後、最初に作られるのがこのお旅所用の11尺の2本で、ある。大松明の中に詰められる焚き木は、競技と同じく赤松が使用される。 細かく裁断した焚き木を順々に重ね合わせながら、松明の芯となる檜を中心に立て、縄を幾重にも張りながら、徐々に組み立てていく。形が整ってきたところで外側を、競技で覆い、周囲を何箇所も縄で巻き上げていく。最後に松明を横にして、下部から隙間に焚き木を入れたり、底部を何度も叩いたりして、バランスを調整する。なお、最上部には、 点火がスムーズに行われるよう松屋にの束が置かれる。大松明らは一気の重さが200キロにもなり、燃え尽きるのに約4時間半から5時間かかる。この大きさの松松が上部に点火され、最後まで綺麗に燃え切るためには、焚き木の大きさや割り方、組み方、隙間の調整など微妙なさじ加減があり、長年の経験による熟練した技巧を要する。 ついたちに作られる、大松明は、平均3期から4期で、20日間ほどをかけて70、数期の大松明が作られていく。本町通りの路肩歩道に置かれた10尺の大松明。いげた松い遠藤の家々では、いげた松いが積み上げられていくいげた松いとは、沈火際の当日に、各家の前に、いげた状に積み上げられる焚き木のことである。かつては、 自分の家の山林から赤松を切り出したり、懇意にしている職人に頼んで焚き木を用意していた。今日では、木材流通センターなどから、一羽、約600円程度のものを10羽から15羽購入する、家が多い。焚き木を積むにはまず、世話人が前持って、道端に用意しておいた砂を敷き、塩を撒いてから、いげた状に組み上げていく。高さは、 おおむね百七十センチほどである。点火する際に各家の主人によって四方に塩が巻かれる。また、大松明と同様に点火をスムーズに行うため、焚き木の上部には束にした松屋にが置かれる。八月に入ると世話人の仕事も多忙を極めるようになり、各自の家業を休みながら世話人の仕事に奔走する。特に祭り直前の10日間ほどは、 完全に本業を休み全休状態で、祭りの準備に明け暮れる。世話人は、日祭りの1ヶ月前から、精進決済の生活に入り、女人に触れてはならず、世話人の妻も祭りの場ではあまり表に出ない、ものとされている。浅間神社の神職らも、また、祭礼期間中は決済の生活を送り、豚肉や牛肉など4つ足の動物を食するのは、禁忌される。 8月初旬からの世話人の仕事を順に上げると、採点寄付集めと集計、御輿巡行時に、セコラの休憩所となる家々への挨拶回り、御輿行列を先導する、揚げ太鼓の鉢の製作、松明の添加剤として使われるヤニキの採取を呼び、作成、お旅所に建てる六本の御神木に使用する、もみの木と、酒木の代用となるそよごう。 富士山麓の御市林の奥深くまで行って切り出し、上吉田コミュニティセンターでのお旅所、かぐら殿の設営、大松明を運搬し本町通りの、所定一道端へ設置、山綱の敷地など、休む間もなく、連日レニア準備に追われる。三越の準備と諏訪神社放落明神三越。諏訪神社拝殿内部に安置されている。奥に本殿が見える。小山三越。 重量は約1トンにも達する。8月26日、吉田の火祭り祭,祭礼当日になると、午後3時開始の神事に先立つ最終準備が行われる。朝9時、世話人は浅間神社に集まると、諏訪神社拝殿内に併設された新横から2台の神輿を外に出して、担ぎ棒を取り付ける。吉田の火祭りで使用される神輿は2台ある。1台は、 明神神よと言い,い、現在のものは1990年に152年ぶりに新調された御しで、以前はもっと小型の御しであった。もう一台は赤、富士をかたどった重量一トンにもなる巨大な山型の御しで、一見すると到底御しには見えない形状のものである。この富士山をかたどった御しは、お山、お山山山、御影、富士御影などと呼ばれる。 お山御子は、近世諸島のご祖書の古文書にも、富士山形の形状をした御子の記載が見られ、その後も、複数の古文書等に記されており、古くから明神、お山の二代の御子が、祭礼に関わっていたことが確認されている。また、同日午前十時頃から、古くから、諏訪神社の祭祀に深く関わってきた。 同じ上吉田地区内にある自習再年自住職により、上前度教による、仏式崩落が行われる。再年自住職をはじめとする3名の自習僧侶は、宇じ子僧代、世話人らに先導され、諏訪神社の本殿前に並んで立ち、半夜神行と阿弥陀行の度教を行う。度教が終わり僧侶らは、社務所の直来へと退席するが、 その際にも浅間神社拝殿の前で立ち止まり深々と頭を下げ神前に拝礼していく。このような神仏集合の姿が今日でも見られる。最年次僧侶は26日午後の御子渡業と翌日27日の観光時にも道路端まで出向いて迎え度胸を行う。なお、最年次住職下で身内に不幸があった場合、やはり、僕がかかることになるので、 崩落を務めることができず、このような場合には、同州の他寺院から僧侶を招いて代行される。富士校舎の棒入り各地の富士校舎は祭礼に参加するため、26日の昼頃までに、富士吉田市内に入り、各校舎の所属するご死亡へと入る。校員はご死亡に入ると、校舎の招きを、棒の玄関先や達堂の入り口に掲げるので、どのご死亡に、 どの校舎が滞在しているのかが、外からでもわかる。校員らは雪絵に着替えて午後3時から始まる、浅間神社本殿祭へ向かう。一般的な富士校員の服装は、白の宝冠、雪絵、行馬鎌を着て、手に、白の鉄工、すねにも白の巨板をつけ、わらじもしくは、足袋を履く。頭にこうむる宝冠は七尺二寸の布であるが、現在これを被るのは、 秩父大丸校丸井公、丸金校の校舎だけである。また、校舎がご志望に滞在している間、世話人が挨拶周りに各ご志望を回り、各校舎ご志望からご祝儀を渡される。ご志望では、家族総出で校舎の世話に追われる。どのご志望でも部屋数に余裕がなく、複数の校舎にまとめて部屋に入ってもらい。 終寝時には、いわゆる雑骨状態になる。食事も校舎ごと順番に食べてもらう。吉田の日祭りは、8月26日の鎮火祭と、翌27日のすすき祭りとに大別される。この節では2日間にわたって行われる祭事の流れを、時系列に沿って説明する。祭事に関する位置関係は雨季に示す、座標一覧も参照。 浅間神社本殿祭浅間神社参道を行く、富士港の行員鎮火祭の最初に行われる神事が、26日午後3時より、浅間神社拝殿内で行われる、本殿祭である。本殿祭は鎮火祭開始に際し、御輿への動画を、浅間神社の祭神に願うための神事である。出席者は、宇治子総代、世話人、後者、ご師団をはじめ、 地元選出議員や主要企業関係者などの来賓を、含め総勢100名にも上る。出席者の内輸事子総代10名は、白衣、青袴姿、五子は、白い彩服姿、消防団員らは、陰反転姿など、それぞれの清掃で臨席する。山梨県神道画学会会員ら4名による三観、三鼓の画学により絵点学などが奏でられる中、 神事が取り行われる。本殿祭の神事は、回避、建選、最終祝司法上、最終玉串封建玉串封建来賓の玉串封建鉄戦、太鼓奉使者へのバチ授与、偶事に習い、後一敗、この順序に従い、約1時間をかけて祝祝と取り行われる。三玉鬱しと沖のか諏訪神社拝殿の沖のかき。 本殿祭が終わると、御輿に、浅間神社と諏訪神社の分霊を移す御玉移しの儀式が始まる。御霊とは、祭神の御神体の分霊をのことであり、お玉城とも呼ぶ。浅間神社と御輿が置かれた、境内者である、諏訪神社とは、境内を介して、約150メートルほど離れており、浅間神社から、御輿のある、 諏訪神社へと五霊を持った宮司が移動するのが三玉、宇津市の儀式である。三玉宇津市が始まる午後4時頃になると、境内一帯は、大勢の参景者や見学者らで埋め尽くされている。14名の世話人と12名の消防団員は、両者を結ぶ境内中央部に一列に並んで、一般参景者らを入れないようにして五霊の通り道を、開ける。 社殿内と境内の照明や電気はすべて消され、薄暗くなった浅間神社拝殿奥から神職による、おお、という形質の低い声が響き渡ると、純白の布で覆われた置きぬかきが拝殿内から現れる。置きぬかきは六本の支柱の間に大きな白布を貼り、五例を持つ宮司を四方から囲んで隠した幕であり、六名の神職によって持ち抱えられている。 神聖なご神体は一目にさらしてはならず、このように幕で隠しながら、諏訪神社へ運ばれる。ぬかきの前には、道楽、三社の二名が先導を行い、後ろ側には、天儀、三社と、護衛の御師団が続く。ぬかきの中には、宮司と、露払い役の行騒りの二名のみがおり、宮司は、袖の中にご神体を抱えながら、 神職らの発する形質の声に導かれながら、ゆっくりと進む。参景者らは抵当して、道を開け、光を浴びせたり写真を撮ることは禁忌とされる。置きぬかきは、諏訪神社に着くと拝殿上に登り、そのまま本殿内に収めて安置する。こうして御霊移しが済むと置きぬかきは取り払われ、境内の伝統も再び灯され、間を開けず、直ちに、 諏訪神社祭が開始される。諏訪神社祭、五道座祭と高間貝原でのほつよ祭、諏訪神社拝殿前の様子。午後4時20分頃、諏訪神社本殿前において、諏訪神社祭が行われる。これも浅間神社の本殿祭同様に、諏訪神社の祭神に対し、御子への銅座を講うための神事である。神前には神職、う子総代、世話人らが参列して、 会費、建選、乗りと捧ぐ上などが行われる。この日、諏訪神社では、午前に行われる再年自住職による仏式での放落、そしてこの夕方に行われる、浅間神社宮寺による神式での儀式と、二度の儀式が行われることになる。やがて、諏訪神社祭が終わると、すでに社殿前に集合している、瀬古に対して、神職が、 拝電場から大塗を振り終罰を行う。その後、宮司の手によって御子への御礼移しが行われるため、再び置きぬかきが貼られ、宮司はその中で、諏訪神社と浅間神社の御神体を取り出して、両者の分霊を明神神与に移動する。なお、二者の御礼は二つとも、明神神与に分霊され、お山御子に御礼は、移されない。御霊移しが終わると、 御子の出魚の準備が整い、二代の御子は世話人の呼びかけにより、それぞれの瀬子たちによって、諏訪神社から担ぎ出される。しかし、このまま街中に繰り出すのではなく、境内の高間ヶ原と呼ばれる四方を締め縄で張られた、方形の祭場に一旦置かれる。二代の御子の内、明神神様の前で宮司が乗り刀、方のぼし、神職らが整列して、 発予祭の神事が行われ、これが済んで、初めて、正式な御子の出御となる。このように御子と御に関わる、初神事は、すべて明神神様を中心に行われ、小山御子に対しては御手段行事が献戦と拝礼を行うのみである。高間ヶ原の神事は10分ほどで終わる。四方の締め縄が取り払われると、瀬子たちは再び一斉に二代の御子氏に取り付いて、 担ぎ出し、浅間神社境内を土ぼこりを上げながら勢いよく、上吉田の街中へ繰り出していく。三越と御と最年次相の土胸明神神与の出コ小山三越の出コどちらも、境内を土ぼこりを上げながら勢いよく出コし,していく。三越行列は次のような順序で構成されている。先頭から、からびつ箱を2名で担ぎ、中には、 予備の閉塞などが入れられている。新き前述した与党地では、榊が育たず、一本、ないし二本のそよごの木が用いられている。二名で担ぎ、枝先には、赤白青緑王の五色の布帯と細かく刻まれた、兵士が飾られている。揚げ太鼓二名で担ぎ、一名が叩く。再戦役複数名で構成され、ザルを持って、沿道の人々から再戦を集める。 神職の集団が明神御子、小山御子御子団の集団以上の順序で、御子行列は進行していく。このうち重要なのは二代の御子の先頭を行くのは、明神御子であって、小山御子は、どのようなことがあっても、明神神様を追い抜いてはならないとされている。二代の御子を担ぐ瀬古は、上吉田の宇治子青年が中心で、いくつもの商団体が結成されており、 団体ごと揃いの発揮に身を固めているので、そのセコが、どの団体構成員であるのかわかる。また、二代の御しのうち、先頭を行く、明人信用を担ぐのは、世話人経験者からなるセコ団体とほぼ決まっており、一方のお山御しを担ぐのは、その他の有志団体である。有志団体には、様々なものがあり、職場仲間であったり、 行きつけの飲食店に集う仲間など、約10団体ほどで、同様に揃いの発ーなどを着用している。有志団体セコの職業は建設業や飲食業、関係者が多い。2代のみこしにはそれぞれ常時50から60人ほどの、セコが取り付いており、さらに交代要員も20から30名ほどおり、集団でみこしに取り付いてごたび書まで移動していく。 浅間神社山道を抜け、国道138号線から本町通り南端の上宿交差点に向かう途中では、戦術したように、再燃寺僧侶3名による、御子行列を出迎え度胸が行われる。再燃寺ではこれを、お下り、お迎えと称し、清掃をして、国道端に立ったまま御子行列が通過するまで、度胸と昇降を続ける。なお、 三越の巡行する区間と日祭りの行われる本町通りなどは、藤吉田警察署によって午後4時30分頃より、順次、交通規制が敷かれ車両通行止めとなる。そして三越の通過した場所から、世話人や瀬古などにより道端に寝かされていた大松明が建てられていき、沿道の一般家庭でもいげた松明が組み立てられ、はじめ沿道には、 露天商らが出展の準備を始める。三越のお旅所入りお旅所に到着した新榊。五旅所の日の宮倉をくぐる明神三越。浅間神社を出発した三越行列は、本町通り中ほどに設けられたお旅所を目指して進んでいく。ただし移動といっても、一気に向かうのではなく、同じ場所を行きつ戻りつつ数回の休憩を挟みながら、ゆったりとした速度で進んでいく。 この際、赤、富士をかたどった小山御子を数回、ドスンドスンと路上に投げ落とす。これは、小山御子を、富士山になぞらえ、代わりに噴火させているものだと言われている。吉田の日祭りの御しと御におけるお旅所は、江戸時代には上吉田中宿東側に位置した、諏訪明神館主である佐藤和沙の屋敷であった。 1875年からは上吉田中宿西に開校した吉田小学校の広場がお旅所になった。1935年に吉田小学校が現在地へ移転して、休校地が福知村公会堂や山梨県林業試験場となっても、そこがご旅所であった。1975年に現在のお旅所が設営される。 神吉田コミュニティセンターが建設されて以来、ここが、お旅所となり今日まで使用されている。このコミュニティセンターは、最初から、お旅所としての利用を考慮して設計されており、現在の祭礼を行う上で重要な役割を果たしている。日が沈んだ午後6時を過ぎた頃、2台の御しを、従えた御し行列は、お旅所に入る。ご旅所の入り口には、 日の宮蔵があり、その両側には世話人によって建てられた二本の揉みの木による御神木があり、締め縄が張られている。三越行列はこの日の宮蔵の下を潜って、お旅っしょ入りをする。最初に入る、明神神夜の屋根に立つ法王のくちばしで、その締め縄を切り落としていくことになっている。瀬子たちの掛け声は最高潮に達し、見事に法王のくちばしで、 締縄が切り落とされると、群衆から大きな白紙喝采が起き、それに続く小山御しと共に御し行列は、お旅所になだれ込んでいく。二台の御しは、お旅所内の台座の上に向かって、右側に、明神神よ、左側に、小山御しが安置され、両神よの前には二名ずつ神職がついて、友報する。お旅所に、御しが安置されると、 直ちにお旅書儀腰祭りと法案祭の神事が始まり、神職、氏子総代、世話人、瀬古一同が、みこしの前に整列して、拝礼を行う。松明の天下ご旅所での十一尺松明天下、本町通りでの十尺松明天下、お旅所松明と町中の松明の天下法案祭の神事が終わると、 14名の世話人は一斉に、お旅所を飛び出し、お旅所と、日の宮倉の間に寝かされている2本の11尺王大松の天下に取りかかる。時刻は、例年午後6時30分から午後7時の間であり、夕刻から夜になる時間帯である。このご旅所の大松明は、吉田の日祭りで最初に天加されるもので、それを合図に、 街中や富士山中の松明に火がつけられることになっている。世話人は手際よく地面に木枠を設置し、その中にスコップで山砂を敷き詰め、数人がかりで寝かされている大松明を起こして立てる。世話人は上町、中町、下町の各町名の入った町地味を高く掲げて、大松明を囲み、二名の火付け役世話人が、 天下用の竹竿の先端につけた針金に、松屋の束を引っ掛けて火をつけ、竹竿を大松の頂部に伸ばし、火のをついた松屋の束をそこに乗せると、大松明はメラメラと燃え始め、再び群衆から白紙喝采が巻き起こる。世話人らは二手に分かれ、上吉田の町を南北に走り、中宿から下宿へ、中宿から上宿へと、順次、 大松明に火がつけられていく。大松明と大松明の間に積み上げられた各家々のいげたたいにもまた一斉に火がつけられていく。こうして、上吉田の町を南北に伸びる一本の火の帯が出現し、下は緊張居交差点付近から最上部の上宿、交差点付近まで延々と火の帯が燃え盛り、多くの見物人、 観光客らが繰り出す喧騒や、居並ぶ露天商らの掛け声など、祭礼は最高潮の時を迎える。お旅所に設けられた神楽殿では、神楽ラ校による代々神楽の舞や、各種芸能の上演が行われ、安置された明神、お山の御腰に参拝する、人々の列で賑わう。富士山中での松明の天下町中で松明に天火が、されると、 それにこうして5合目より上の吉田口登山道沿いの山小屋でも松松が炊かれる。空気が墨条件が良ければ、ふもとの上吉田からも登山道に沿って一列に並ぶ塔下がよく見える。ただし、標高2500メートルを超す5合目以上は気象条件が非常に厳しく、大松明のような大きなものを設置するの不可能である。五合目の佐藤小屋では松明を 井桁た状に1.2メートルほど積み上げるが、標高が高くなるほど風速が強くなるため、7合目東洋館では、赤港は、くるぶし程度になり、標高3000メートル超となる。それ以上では、井桁た状ではなく乱雑に積むようになる。参考として2003年8月26日に行われた各山小屋での松明の状況をいかに、示すが、これらは、 その時々の気象条件に左右されるものであり、以下の表はあくまでも2003年の記録データである。記載内容は、すべて2003年時点のもの。富士校舎の拝み燃え続ける大松松。松明が燃え始めると、ご志望に宿泊中の富士校舎らは雪絵に身を固めて、通りに繰り出し、各ご志望のいげた松松を囲んで、拝みを行う。吉田の日祭りには、主に、 関東一円から数十もの校舎が毎年参加する。このうち宿泊を伴う校舎としては、御主等屋へ宿泊する、丸八校、丸井校、丸金校、不相教、御式菊屋に宿泊する、大丸校、丸下校、御主大国屋に宿泊する、宮本校、人山校などが知られており、各校舎のリーダーである選達を中心に、様々な儀礼が取り行われる。 お焚き上げ下と塩かじ五詩の家の前の通りには、五詩の段下である各校舎が奉納した大松明を立てて、それを校舎が拝んで祈祷するのが本来の姿であったが、近年では大松明を奉納する校舎は少なくなり、そのような校舎では五詩の家の立つ道にかがり火を焚き、校舎の松明代わりにしている。また、いまる校、まる金校、不相教では、 お焚き上げ下と呼ばれる儀礼が行われる。これは土屋の前にある大松明と富士山に向かって、地面に座り、松明の前に白い布を広げ、約2キログラムもの塩を、塩水型に盛り、その盛り塩に、多数の線香を立てて火をつけ、大払いを唱えて、初心を呼び神徳境を唱えるものである。三名富士海山と書いた焚きの藩詩を、線香の火で焚いて、 航空隊側明王速体人の恩見抜きを唱える。その後、線香と布の灰が混ざった塩を白い布に包み、それを信者の体にすり健康を祈願する。また、この塩を翌朝の火事に用いたり信者に分けたりする。これを塩火事という。お伝えとかかり念仏やがて松明は型を崩しながら燃え尽きていく。各校舎では、 富士港の教本であるお伝えを伝授している。お伝えは、競技などを裁問やノリトとしてまとめたもので、定裁は小型の折本になっている。もともとお伝えは、江戸時代においては語しか巧妙な選択に書いてもらうもので、なおかつ複数回に分けて書いてもらうため、完全な状態になるまでは、数回のお山詣をしなければならなかったという。また、富士港の系譜には村上派、 活業派、魅力派などがあり、それぞれに教本が存在する。校舎が、お伝えを唱えるのは、浅間神社参拝、松松明を前にしたお焚き上げげ五子宿の祭壇などで、先達のお唱いに行員が合わせていく。また、宮本校や、丸金校、丸井校などでは、永南米ダブ六根症状と歌って唱える、六根清浄などの係念仏が行われる。 これら、お伝えや係念仏を唱えられるようになるには、およそ10年はかかるという。行員たちはさらに、松明が焼け落ちた夜中にご脂肪から出てきて、燃え残りの消し炭を拾っていく。それを、自宅の神棚や軒先に吊るしておくと火難を逃れると、言われている。この際もかかり念仏が唱えられる。松明の消火夜も更けて午後9時頃になると、松明はかなり燃え尽きて崩れている。 大松明は、およそ4時間以上燃え続けると言われているが、今日では午後10時15分頃、一斉に消火命令が出され、神社側で用意した重機やトラックを使って、その日のうちに、火の後、片付けが行われる。燃え残った松明の残骸を崩し、放水を行って、完全に消火し、灰は、スコップ等でかき集めて、トラックで運び出す。 最後の仕上げに路上に水をまいて完全に流し終わると作業終了となる。これら後片付け作業は消防団員によって行われ、午後11時までに完了し、午後11時30分には交通規制が解除される。日祭りの2日目、浅間神社へ観光する2台のみこしを、産経者らがすすきの玉串を持ってついて行き、境内の高間ヶ原を、 ぐるぐると回る。これを、すすき祭りと呼んでいる。おたび諸骨要祭と、緊張巨祭金取り。吉田の日祭り二日目の祭礼は、午後二時前頃から、おたび諸内で行われるおたび諸骨要祭から始まる。これは二代の御腰を、上吉田の宇治湖地域での巡行に向かうための、神事である。出席者一同は二代の御腰の前に整列し、雅楽の奏でられる中、 神職による、お払い、県選、玉串奉権など一連の神事の後、世話人が、瀬子たちに、御腰担ぎ出しの掛け声をかけ出発となる。二代の御腰は、お旅所より下手にあたる、主に、上吉田の北側の宇治湖地域を巡行していくが、休憩を挟みながら、同じ場所を行ったり来たり、複雑な経路を巡行していく。やがて午後3時30分頃から始まる。 緊張巨祭での真事のため、二代の御しは、緊張居のもとに集結する。明神神与は、金鳥居北側の山梨中央銀行前の道路上中央。お山御しはやや北側の緊張居交差点の中央に安置され、明神神与の三四方に、意味だけが設置され、締縄で囲まれる。神職らによる一連の神事が取り行われると再び、御しの出発となる。 オク石祭り、御子の観光金取りでの神事を得た二代の御子は、再び二手に分かれて、上吉田地区自じ地区内を複雑な経路で、それぞれ巡行していく。お旅所を、再び経由し、浅間諏訪の両者を目指し坂を登っていく。途中、昨日と同様に、再年次僧侶による御子送りを受けながら、オク石の聖地を目指す。オク石とは、 諏訪神社の旧鎮座地と言われる聖地で、諏訪神社南方の森の中に、馬の蔵の形をした巨石があり、その上に御輿を安置して、神事を行う。午後6時30分頃、御輿行列は、お蔵石に到着し、明神神与は、お蔵石の上に東向きに安置され、小山御輿はその傍らの地上に南向きに置かれる。お蔵石と、 明神神夜の周囲は四本の意味だけで囲われ、締め縄が張られる。宮司の手で、のりとが読み上げられると、いよいよ、浅間神社境内への最後の下校となる。高間ヶ原、木子祭り揃いの発揮姿の世話人。日が暮れてすっかり暗くなった浅間神社境内では、二代の、三越を迎え待つ多くの三景者らで埋め尽くされており、三景者らは手に、 すすきで作った玉串を持っている。午後7時過ぎ、最初の明神神与が浅間神社の境内に戻ってくると、待ち構えていた三景者らは一斉に、御腰の背後について、手に持ったすすきの玉串を高く掲げ、遅れて到着した小山御腰も合流し、高間ヶ原の周囲を2台の御腰と三景者らは、合計7周回る。三景者は、浴衣姿の女性が多い。 これは、夫人が御しを担いではならないというしきたりがあるためで、御しをかたげないなら、その代わりにせめて御しの観光時に背後について、行列に加わりたいという思いによるものであるという。二台の御しは、高間ヶ原の周囲を七周回ると、高間ヶ原の中央部に安置され、高間ヶ原神事が行われる。小山御腰は再び地上に三回度スンドスンと、 景気よく落とされる。世話人十四名は叫びながら駆け出し、セコラは、明神神与、小山御子をそれぞれ、諏訪神社拝殿下まで運び安置すると、セコラは一斉に、御子から離れ、神職らによる御玉移しの儀式が始まる。境内の照明はすべて消灯され、闇の中で置きぬかきによって、御子は隠され、諏訪、浅間両者のご神体が取り出され、再び、 諏訪神社本殿に戻される。午後7時30分過ぎ頃、諏訪神社観光祭の神事が行われ、その後、浅間神社での御霊移しの儀式が行われ、置きぬかきに隠された、それは、宮司の手によって、大切に抱かれて、浅間神社の本殿へと同座する。午後8時、三玉移しの神事が終了すると境内に、再び伝統が灯され、浅間神社拝殿内で、 本殿観光祭が行われる。これをもって、火祭りに関わる祭礼は、すべて終わり、世話人、世子、うじ子らは解散となる。14人の世話人は最後に謝禅に一敗し、世子や多くの参拳者たちの拍手を浴びながら提鎮を高く掲げ退場していく際、すべての任務を務め上げたことの解放感、困難な仕事をやり遂げたことの感動が胸をよぎり、 14人の世話人は感極まって涙を流す。秋、葉山本宮秋葉神社。現在の祭神は家具土かつて、家房の神、秋葉三尺房大権現を祀っていた。火祭りの祭礼が終わった翌8月28日には、世話人、宇治子総そう平によって御旅所神楽殿の解体、神社境内では、神輿しの清掃。 活疑棒の解体などが行われる。浅間神社から出される、鎮火祭の紙札も、宇治子総代の手でカッコに配られる。その数は、上町で1200体、中町で650体、下町、中曽根で1200体にも達する。また、世話人たちは、祭りの後に残される、巨額の支払いを決済する。祭りのために調達された、あらゆる物品、資材、 飲食物などはすべて売りかけで、地元商店から仕入れている。世話人たちはそのすべてを現金決済していき、各所への挨拶回りも並行していっていくのである。日祭りの残務処理がすべて片付いた11月になると、14名の世話人は、静岡県の秋、葉山本宮秋葉神社への秋葉参りなどを行い、12月には、次年度の世話人の選出に携わる。 地面土世話人が決まり、年が明けた、正正月の道祖神祭りでの新旧世話人、交代式をもって、一年間に及ぶ、世話人の任務はすべて終了することになる。新井倉山浅間公園から、上吉田の町と富士山を望む。写真左端、市街地と森の境界付近に、北口本宮、富士浅間神社がある。吉田の日祭りは、 富士山と地域の歴史的な結びつきや富士山振興を背景とした文化遺産価値の高いものであり、文化庁により2000年12月25日に選択無形民族文化財として選択された。富士吉田市教育委員会では国および山梨県から補助金などの支援を受け、2003年に 吉田の日祭り調査委員会を組織し、吉田の日祭り民族文化調査事業を発足させた。同事業は、各分野の研究者から構成される、調査委員3名、調査員9名、地元調査員2名、調査補助員20名からなり、同年から2年間をかけ、吉田の日祭りの多角的な調査考察を行った。 これらの調査をもとにして2012年3月8日に山梨県内では3件目となる国の重要無形民族文化財に指定された。富士山の世界遺産の構成資産リストには吉田の日祭りに密接に関係する北口本宮、富士屋様神社や五市の家などが推薦段階で挙げられ、山梨県教育委員会学術文化財課や、 富士吉田氏関係者らは2012年1月の時点で、これら構成資産に密接に関連した吉田の日祭りの十分指定は、富士山の世界遺産登録に向けた機運の情勢にも、つながるものと期待し、2013年6月22日、富士山は前述した、構成資産を含め富士山から信仰の対象と、芸術の源泉として、世界遺産に登録された。 以下の文献を主に用いた。さらに補足として以下の文献を参照した。山梨県内で指定されている国の重要無形民族文化財。ありがとうございます。